はい、お疲れ様です。山です。ペルソナ5ザロイヤル続けていきます。で、またちょっとね、ペルソナを整理してて、作ったんですよね、この、ウォフマナフっていうのをね。で、これが、明智くんの武器の最強になるのかな？これしか作れないっぽいけどね。なんで、また警報が出ればね、作りましょうか。武器に転化するようです。うん、で、見た目が、ちょっと気持ち悪い。なんかね、気持ち悪いんであんま使いたくないんですけどね。一応光属性の最強なのかな、わかんない、強いキャラではある。はい、さあやっていきましょうか。で、消耗はまあしてるけど、回復食そうだな、どうしようか。うん、これ使おうか。どうだ？さあ、まだ石の部屋一個も行ってないんで、半分も全然行ってないよね。はあ、うん。はい、慎重にね。ま、経験則ってのでいけんだろう。ベテラン感あるね。ちなみに私の経験から言えば、これでいけた試しはない。うん、どうだ？はい。行こう。経験つってもね、新しいことばっかですからね、あんま役に立たないと思うけど。うん。うん。ああ、そっか。研究用の資料があるんだ。認知研究？認知科学か。うん。雰囲気変わったよね。ジョーカー。シャドウが増えてきた。うん。うん。さあ、ちょっと面変えてみる。まあ、スミレは残して他のメンツをどうするかみたいな感じにはなると思うんですけどね。まあ、こんだけいてね、同じメンバーだけっていうのもなんか違うよね。ハルとゴロを変えようか。まあ、ハルとハケチね。ユースケとマコトに変えようか。装備は、はいはいはい、誠だけ変えようか。誠だけ、あー、そっか、これつける、作ったんだよね、あの前回終わった後に、ね、アムリタ螺旋チャームで、これで誠はもともと回復できたんですけど、状態以上のね対処ができなかったんで、一応エナジーシャワーあるけどね、ちょっと弱いんで。じゃあ行こうか。おう、ねえ、うわムチムチなのがいるね。うん、どうしようか。いや、まあボスなんでしょうけども、え、メンツどうする？今変えたばっかなんだけど。意外といけると思うんですよね。いやーでもなー、明智くんのランダマイザー結構有効なんだよね。有効？使えるんですよね。今までは主人公しかできなかったんですけど、主人公っていろいろやるべきことがあるんで、ランダマイザーだけの要因にはしたくなかったんですよ。だから、そうね、ユウスケを外して、ボス戦はね、これで行こうか。うん。いやー、なんか怖いな。まあ、大丈夫か。はい。はい。2体。あ。うん。はい、完全指定ですね、指定コンビ。師匠のスカーハと、弟子のクフリン。弟子でいいんだっけ？やべ、持ってんだけどな。あ、一応スカーハあるか。あ、弱点ないんだ。クフリンが物理特化なんですよね。
で、これは合体でいろいろ持たせてるんであれなんですけど、スカーハム物理特化か。耐性があるのはでもフフリンだけだと思うんだよ、物理。どうしようか。で、まあ一応ボスなんで状態上は効かないでしょうね。とりあえずスカー派からやるか。え、どっちだ、どっちが弱いんだ。どうしよう。ランダマイザーを主人公でかけて、まずね、どこだっけ、かけて、フフリン。うん、2人は通ると思うんだよね。あ、ちょっと待って。あ、どうですか、バイオレット。さすがに痛えな。スカーハイムかけるか。弱点は電撃よ。強敵だけど弱点を的確につけば。そうなんだ、もう分かってんだ。ジオン属性は無効。そうそう、強敵だし即死効果を狙いたかったけど、はい、暴かないわね。ボス系は持ってても手持ちでいても一旦全部ハテナにされるもんだと思ってたんで、また強敵なんだから気をつけて、暴き直すのかなと思ったけど、分かってるんであればどうしようか。多分次あたりクーフリン動いてくるよね。いけるわ。じゃあスタンガン。ここはこれね。敵ダウン。クイーン、いけいけ。で主人公投げて。任せるわ。次いけな。次。雷行こうか。雷ある？あるよね。ないと困るんですけど。あ、ちょっと待って、雷要員がいない。やばい。いや、雷が一人もいない。嘘。じゃあ、リュウジ出す？しかないんだよね。マジか。そうじゃない。強い相手ね。じゃあ、しかも雷。即死効果を狙いたかったけど、スカーは反射するんだね。弱点は電撃よ。強敵だけど弱点を的確に受けば。はい。ね、この人もランダマイズやってもらって。これでいいだろ。で、霞を外すか。リベリオン。今更躊躇してます？吹いてからアップね。で、主人公はランダマイザーでいくか。全然効いてね。で、霞を龍神に変えようか。交代します。さあやるぜ。どうですか。おっと待って、私も忙しいですけど。え、そんなことする。そうか、弱点消されたかであれば、一旦誠は全体回復しようか。はい。悪いな。うん。強い相手ね。で、祝福は向こうだから気をつけて。この人は、どっちをかな。メギドラゴンでいくか。至高の魔弾。一応耐性はあるけど、両方がカバーし合ってんだよね。おーい、そうか、クリティカルが上がってんだ。くっそ、やるね。じゃあ炎上狙いってみる。入んないかな。燃えないか。よし、ここからね。私もアップしとく。うん、起きたけど疾風はダメよ。入んないんだね。強敵なんだから気をつけて。ジオン属性は無効。強敵だし即死効果を狙いたかったけど、あ、ガードキルあった。甘くないわね。ナイスナイス。ちょっと待て、それはやめて、それはやめて。ガードキルって別に耐性がなくなるわけでだけで
弱点になるわけではないんだよね。ね、弱点になるわけではないんで、いいね。じゃあ、これは通るよね。容赦しない。で次誰だ。壊してやる。思考のまた。これは片方にしか効かないもんね。ミドラ。でリュウジが次やってくれたら。見える。ナイス。リュウジいつだ。リュウジのターンはいつだ。じゃあ主人公で。じゃあもう一回炎でやってもらって。炎上入んないね。今なら殴れるけど。ナイス。なら力の差を分からせる。おお、そっち行くか。そっち行くか。どうしようか。スカーハは雷効かないんですよね。いつでも行けるぜ。え、反射あったの？無駄だ。こっちまった。凍った。で、まとめてくれよ。やれそうだね。まだ？マジ？反撃開始です。危な。うわ、やれそうだと思ったんだけど、まさか。いや、多分いけるよね、ゴリ押しで。リュウジにはちょっと申し訳ないけど。いただいていく。でか。うわ、微妙に足んなかったんだ。なんかグダグダだったね。新技を習得しました。おお。3ターンの間、味方全体のクリティカルアップ。いや、いいか、はずか。ちょっとグダったわ、戦闘。そうね。結構重要な場所なんじゃない？パレスの中がモニターに映ってる。パレス内の情報を収集してデータ化してる。ほう。てか。この部屋出口もねえんだけど。ああ。これか。あ。メメントス。集まったデータの行き先を検索した。どうやらそのケーブルを通ってメメントスに送られてるみたい。マルキ先生はメメントスを使って現実を歪めてるみたいな。強制的に帰ったんだけど。はい。ああ、いや。いや、続けた僕ちょっと集めたかったんですけど、返されちゃったね。
今日は頑張ったが明日も学校だ。ああ、そうだね。え、動けない？多分、ああ、そうだよね。寝るか。そう。全然足んないんだけど。うん。はい。自由なようで全然動けないね。自由でないというか。うん。ああ、そっか、メンバーだね、今日から。うん。はい。いい挨拶だね。硬いね。うん。謝罪がすでに硬いぞ。ん？すまぬ。あ、いいね。いいね。恐れ多いです。明日からメメントス。初じゃない？三島さとか。会長の依頼なんだけどさ、今年も見つけたら情報流すから。あ、あざす。つか、やってないのまだあるよね。うん。書き込み減ってるけど、まだまだ困ってる 人はたくさんいるみたいだから。うん。そう、下がってんだよね。支持率が。うん、じゃあメメントス行くのちょっと待った方がいいのかな。お、あのさ、君がよかったらでいいんだけど。え？これコープ関係かな。よろしくね。はい。え、どっち？うん。学校の雰囲気少し変わった。変に明るいって言えばいいのかな。うん。言ってる人が。この前までと言ってることが違う人もいる気がする。ああ、あったね。お前部活やってねえじゃん、みたいな。部活頑張るぞ、っつってるけど、お前部活やってなかったじゃん、って。あったよね。いろいろとまだ整合性が取れてないんでしょ。あそこら辺もマルキのあの、なんだっけ、力が強まれば、自然と埋まっていくんでしょ。そう、アジトあるんだよ。当ててみろ。怪しげなバー。ああ、怪盗だしね。うん。どうせ客いないし。悲しいね。ああ、今から開始なんだ。7。ああ。アンドの何か言いたそうじゃなかったか。うん。そっち先にやるか。多分コープだよね。あ。そうか。スミレが解放されたから、これはあげないとダメだよね。うん。いや、まずアンかな。で、みんなのコープが解放されたんだ。
今日からが本当に自由になったんだよね。だから前回昨日行ったパレスは何だったんでしょうね。バレー部絶対全国制覇、ラブ D 組すごい仲良しになってるな。陸上も応援よろしく。メガネなんつっか書いてんだ。先生ありがとう。模試の結果最高だって。ああよかったね。このメガネはあれか、数学の先生かな多分そうだね。じゃあ安藤の似合いに行こうか。うわ、気持ち悪い。渋谷の地下モール、多分コープだよね。今から時間もらってもいい？はい、どうしても聞いてほしいことがある。ナナ、うん、あ、ノルガナいるけど。アンガト、ごめんね、急に。え、部屋来た。これアンドナの部屋？すごいね、衣装が。さすがモデル。とか部屋のインテリア？そう、家具が。生活感があるようでないというか、ねえ。そういうなんか撮影用の部屋みたいな。うん。すごい、今ちょっと流れたんだけど、いいか。机がカバンだったね。うん。謝らなきゃって思って。この前までずっと、ああ、モルガナと一緒だよね。その、主人公が頑張ってる間、自分だけ浸ってたみたいな。結構気にしてる。私、地方ね、確かにね。ありがとう。志保は負けないで、負けないでちゃんと前に進もうとしてる。うん、うん、鴨志田のことで限界だった時も話聞いてもらって。あー、ビッグバンバーガーでかな。何なんだろうってそうだね。うんうん、もう人よしすぎ。あ、これは下かな。まあ一応コープだよね、だから下でいいのかな。
すげえギャルになってる。セレスティーヌ、テンション味方全体の魔法攻撃が2倍以上、あ、いいね。コンセントレートの味方全体バージョンだね、うん、すごい。ペルソナというかこれ人だよね。紙でハートマーク作ってる。で、紙で縛ってる。首に首に巻きついてるね。で、踏んでるし、釣り上げてるし、すごいな。はい。はい。カイちゃんに変な書き込みが連投されてる。お母さんが変になった。寂しい、お腹すいた。ああ、多分お母さんがマルキのなんだ。あれでおかしくなって、その変わってない子供だけがね、取り残されてるな。見えてない。家も散らかったままぐちゃぐちゃになってる。どっちだ、うん、スマホの持ち主の名前は鏡ヒサ、なんていうかなヒサコじゃないよ。子供が母親のスマホで勝手に書き込みをした。この母親何かが原因で子供を放置してるみたい。マルキのせいではないのかな。小さな姫ナナね。はい。で、モルガナのベルソナも見てなかったよね。ディエゴかっこいいよね。ゾロとメリクリウスの合体だよね。スペイン領時代のメキシコを舞台に描かれた義賊物語の仮面の剣士の本名とされる。反体制の盗賊の烙印をされながらも強き王藤木は悪を助ける真の紳士として戦った。あー、真のね、かっこいい。見た目のベースはゾロだね。で、メリクリウス要素も若干あるのかな、わかんないけど。まあ、でもなんかいいね、バランスが整ってないように見えて意外と整ってんのかな。足細、はい。で、あとはアンネ、はい。オペラカルメンのパリ初演でカルメン役を演じた美貌の女優。あ、女優の名前なんだ。はい。見せ場の曲を自ら書き直させたほど意志の強い女優であったと伝えられている。そうなんだ。実在の人物というか、それを演じた人なんだ。だから人っぽいんだ見た目は完全にね、現代のギャルですけど。耳がなんかあるね、上に触覚みたいな感じでさ。はい、はい、じゃあ今回はこれで以上です。じゃあまた、すすけた防具を洗ってで、メメントス案件も集めてメメントス行こうかはい、じゃあ以上です。ありがとうございました。